秋晴れの中行われた大分市の大分工業高校の体育大会には全校生徒およそ860人が出場し、6つの課が対抗戦で競いました。ユニークな競技で知られるこの体育大会、こちらの競技は俵上げ。その名の通り、生徒たちが40キロの俵を持ち上げて耐久時間を競います。力自慢たちが限界に挑戦する姿に会場からは大きな声援が送られていました。とにかく応援して、みんなにこうみんなと一緒にこう勝てていったらいいなって思います。全員で取り組んだ体育大会は生徒たちにとっていい思い出となったようです。